ラッセル・ウィリアム・ボルクマンは、アメリカ合衆国の軍人。第二次世界大戦期、アメリカ陸軍の不評将校として、フィリピンコモンウェルスの軍事顧問を務めたほか、日本軍占領下のフィリピンでは、抗日ゲリラの指導者として活動した。戦後も陸軍に残り、新たな特殊部隊の創設に関与した。現在、ボルクマン大佐の名は、アーロン・バンク及びウェンデル・フェーティグの両大佐と共に、グリーンベレー創設者の一人として記憶されている。最終階級は准将。1911年、アイオワ州クリントンにて生を受ける。1930年、陸軍士官学校に入校。1934年6月に卒業し、不評下少尉に任官する。当初は将校らの間で人気のある、勤務地だったフィリピンへの配属を希望していたが、士官学校での成績が平均以下だったため、ボルクマンの希望は退けられることとなる。結局、彼はミネソタ州、フォートスネリングの第3不評師団に配属され、小銃小隊長や中隊副官として勤務した。1937年、ジョージア州、フォートベニングにて、不評将校高等課程に参加するようにと命令を受ける。課程終了後、テキサス州フォート、サム・ヒューストンに配属され、第2不評師団付中隊長として勤務した。1940年、フィリピン派遣への参加が決定する。1940年夏、当時29歳のボルクマン大尉は、妻と息子を連れて、フィリピンへ向かった。到着後、彼は第31不評連隊 H 中隊長に任命された。1941年7月、フィリピン陸軍の第11不評師団第11不評連隊に連隊副官として配属される。通常、この役職は尉官が務めるものではないが、当時は太平洋の政治的緊張の高まりから、フィリピン陸軍の早急な拡大が求められており、効果的な訓練を行うべく従来より多くのアメリカ人顧問が必要とされていたのである。1941年8月、日米開戦の可能性が高まる中、ボルクマンの妻子を含む在非米軍人の家族全員がアメリカ本土へ送り返される。1941年12月8日、太平洋戦争が勃発。同日、日本軍によるフィリピン攻撃が始まった。第11連隊は、リンガエ湾からバターンへの撤退の際、時間稼ぎのための戦闘に参加している。1942年にバターンが陥落した時、ボルクマンは降伏を拒否し、ドナルド・ブラックバーンと共に、ルソン島北部の山岳地帯へ向かった。その道中では敗走中だった他のアメリカ兵やフィリピン兵が多数合流している。その後、彼らはルソン島北部で抗日ゲリラを結成することを決断する。行軍中に多くの住民からの支援があったため、この頃までにボルクマンはフィリピン住民らに対する信頼を深めていた。1942年8月20日、ボルクマン率いるゲリラはサンバレス山脈フォートストッツェンバーグの西に設置されたクラウド A ソープのキャンプに到達した。ソープはバターンから派遣され、1月からゲリラ組織の指導に当たっていた米将校である。8月24日、一行はアラヤット山の福原ハップ本部に到達し、彼らの案内でタルラック州、ラパズ北部へと前進した。その後、さらに北進して、ロバート・ラプハム、チャーリー・クッシングらが指揮するゲリラの拠点を訪れ、この際に、近郊義手のハーバート・スウィックが、ボルクマンのゲリラに加わっている。9月9日、一行は、ルソン島北部にて、アーサー・ノーブル中佐、マーティン・モーゼス中佐、パーカー・ガルバート大尉、アーサー・P・マーフィ中尉らと合流する。モーゼスは1942年10月1日から、ルソン島北部におけるゲリラの指揮官となり、10月15日からは、日本軍に対する攻撃の指揮を取った。ボルクマンとブラックバーンは、非陸軍のルフィの、ボールドウィン中尉と共にサンヒグロ及びバラトク方面で日本軍守備隊への攻撃に参加した。1942年12月8日、ボルクマンは基安岩に新しい陣地を設置する。1943年6月9日、ゲリラの指揮をとっていたノーブル及びモーゼスが捕虜となったため、ボルクマンは戦力およそ2000名を要するゲリラ組織となったアメリカ在比陸軍北部ルソン軍の指揮を引き継いだ。ダグラス・マッカーサー将軍指揮下の南西太平洋方面は USFIP-NL に対して戦闘は制限し、敵との接触も最小限とせよ。情報部隊として最大限の価値を発揮せよと命じた。1943年11月24日、ボルクマンは軍を分割し、7つの管区に割り当てた。第1管区はパーカー・カルバート少佐、第2及び第3管区はジョージ・バーネット少佐、第4管区はラルフ・プレジャー少佐、第5管区はロムロ・マンリケス少佐、第6管区はロバート・ラプハム大尉、そして第7管区はボルクマンとブラックバーンが指揮を取った。1944年初頭、ボルクマンはベンゲット州西部に USFIP-NL 本部を設置し、同年8月には1943年3月以来、初めてのものとなるスウェッパとの直接通信が可能な無線設備が確保された。10月30日、ボルクマン率いるゲリラがバギオにてオスメニャ大統領夫人とその家族を救出する。11月、潜水艦 USS 側によって輸送された物資を受け取る。これはボルクマンらにとって潜水艦輸送によって行われた最初の補給であった。レーテ島の戦いが始まると USFIP-NL は日本軍指揮下の共和国政府軍に対する攻撃を開始した。政府軍はいずれも降伏せず徹底抗戦を図っていた。その後、ボルクマンは島内の旧コモンウェルス軍将兵及びゲリラ戦力を結集し、ルソン島西部及び北部で日本軍への攻撃を開始した。1945年1月、アメリカ及びフィリピン軍によるフィリピン再侵攻開始を受け、USFIP-NL は主要通信網、橋梁、孤立した兵舎を次々と襲撃、制圧していった。やがて連合国軍の上陸が始まると、USFIP-NL は戦線後方に展開し、前線から撤退してきた日本軍部隊を襲撃しつつ、基地や飛行場などを占領し、アメリカ軍の前進を支援した。ルソン島の戦いが始まった時点で、USFIP-NL の戦力は8000人程度だったが、その後第6軍から増援を受け18000人程度まで拡大した。この際に派遣されたのは5個不評連隊で、これらの部隊も USFIP-NL 司令官たるボルクマンの指揮下に入っていた。以後、USFIP-NL はバシレリジの戦い、ベサンガ渓谷の戦い、マヨヤオリジの戦いなどで重要な役割を果たした。終戦後の1945年12月、ボルクマン大佐は一時帰国し、家族との再会を果たした。休暇及び病気療養のために2ヶ月間米本土に泊まった後、ゲリラ指揮官としての残務処理を行うために再び、ルソン島北部へと派遣された。これは例えば戦争犯罪調査、市民に配布した軍票の換金、ゲリラ投資やフィリピン兵に対する賃金支払いといった諸手続きである。以後、1946年7月までフィリピンに残る。また、長期にわたるゲリラ指揮官としての活動に由来するストレス症状や病気などから、ボルクマンは1948年初頭まで患者として治療を受けることになった。退院後、ボルクマンは陸軍参謀総長、ドワイト・D・アイゼンハワー将軍から陸軍における最初の対ゲリラ作戦共犯の作成を命じられた。1948年から1949年にかけて、ボルクマンはフィリピンにおける自らの経験をもとに、共犯の執筆を行った。1950年9月、アメリカ陸軍初の対ゲリラ作戦共犯として、FM31 から20オペレーションズ・アゲンスト・ゲリラ・フォーセスが発行された。同年6月には、朝鮮戦争が勃発しており、未だ有効な対ゲリラ作戦の戦術を有しない、アメリカ陸軍部隊は、北朝鮮軍のゲリラに苦しめられていた。共犯発行の直後、マッカーサーはボルクマンを第8軍本部へと招き、極東軍特別活動グループの副長に任命した。サグは、陸軍レンジャー、海兵隊員、韓国軍人による合同部隊で、隊長は元 OSS エージェントのルイス・ビエリー大佐であった。副長たるボルクマンの任務は、北朝鮮軍の戦線後方におけるゲリラ攻撃を計画、実施することであった。しかし6ヶ月もしないうちに、フィリピン勤務時から抱えていた深刻な胃潰瘍などの持病が悪化し、療養のために本土へと送還されることとなった。帰国後、ボルクマンは再び共犯作成の任務に割り当てられ、1951年には新しい対ゲリラ作戦共犯 FM31 から21オーガニゼーション&コンダクトオブゲリラウォーフェアが発行された。その後、心理戦総監部のロバート・マクルーア准将から誘われ、オージュピットの特別作戦課計画部長なる職に就いた。この部局には、ボルクマンのほか、アーロン・バンク大佐、ウェンデル・フェーティグ大佐、メルビン・ブレーアー大佐らが勤務していた。1953年から1954年まで国防大学に出席する。1954年から1956年まで欧州軍特殊作戦部長として勤務。1956年、ジョージア州、フォートベニングにて空挺課程を修了。当時45歳だったボルクマンは現在まで空挺課程の参加者及び修了者のうち最年長者の一人とされている。これは第82空挺師団の師団長を務めるにあたり、空挺資格が必要とされたためである。彼は1956年から1957年まで第82師団長を務めた。1958年、ボルクマンは陸軍を退役した。グリーンベレーの現役隊員及び退役隊員の戦友会組織である特殊部隊協会では、バンク、フェーティグ、ボルクマンの3人を自らの経験をもとに、現在の特殊部隊の礎となった不正規戦ドクトリンを作り上げた人物としている。実際のグリーンベレー創設者としてはバンクの名前が挙がることが多いが、これは特殊部隊の編成表を作成して最初の部隊の指揮も取ったためである。1969年2月23日付の書簡においてバンクは新しい特殊部隊の方針や計画の策定にボルクマンの助けがあった旨を記している。第二次世界大戦中、ボルクマンとフェーティグは共に軍団規模のゲリラ組織を作り上げ、その指揮を取った。現在でもグリーンベレーはゲリラ組織の養成及び支援を任務の一つとしているが、ここには彼らが作り上げたゲリラ戦ドクトリンが活かされている。フェーティグもまた偉大なゲリラ指導者として、名前が挙がることがある。退役後、ボルクマンは、イリノイ州モリソンにて、ボルクマン家具製造社を立ち上げ、その社長に就任した。また、ゼフィールインダストリーズ、イーサンアレン社の支社などでも、社長を務め、1977年の退職まで、務めた。ボルクマンは退役後も、軍部からの仕事を請け負うことがあった。1962年には、アメリカ空軍の依頼を受け、ランド研究所による対ゲリラ作戦における航空支援の有用性に関する評価検討を主導した。1982年6月30日死去。1934年8月、陸軍士官学校を卒業したボルクマンはナンシー・ソーレイと結婚した。1936年、息子ラッセル・ジュニアが生まれる。1940年には共にフィリピンへ向かうが、1941年8月には本土に送り返された。1942年3月、ナンシーはバターン陥落直前にボルクマンからの手紙を受け取ったが、以降1945年1月まで手紙等の連絡は一切絶たれていた。1946年7月、ボルクマンの2度目の帰国の際、ナンシーは離婚を申し出、1947年8月に手続きが完了した。1948年8月28日、ボルクマンはヘレン・リッチと再婚し、二人の息子を設けた。この婚姻関係は、ボルクマンが死去する1982年まで続いた。ありがとうございます。